にちは、平山茂です。今日は8月5日、木曜日でございます。木曜日です。現在時刻は2時40分。暑いですね、今日も皆様。大丈夫ですか？大丈夫ですね。いや、本当に暑いです。本日のお仕事お疲れ様でございます。毎日言っておりますが、毎日言います、お疲れ様です。本当に皆様、本当にお疲れ様です。そして大丈夫です、大丈夫、うん、いや、今日はちょっとね、 60fps っていう、まあ言ったら1秒にね、何枚撮るとか、そういうような設定値だと思うんですけど、今日はちょっと、まあ、この車内で撮ってても何の意味もない、スポーツやってるところの動画だったりね、こう電車が走ってる動画とか、水がこう流れる動画とか、そういう時にね、この 60fps を使うと非常に滑らかに、画像が滑らかに撮れますよというようなね。さあ、今日も暑いですが、いつもの公園にやってまいりました。散歩しよう、散歩しよう、暑いからとか、そんな理由でね、今日はダメだ、やっぱ今日はダメだとか、そんなに弱っちい男じゃないぞ俺は、言っとくよ俺は。で、さあ行きましょうか。さあ、この画像の綺麗さというよりも、この滑らかさが分かっていただけるかな。どうでしょうかね。どうなんでしょうか。ちょっとよくわからない。固定で撮った方がいいのかもしれませんね、この画質は。暑いです。今日も名古屋は35度を超えてるんじゃないかと思われます。今日はいろんなところでね、猛暑のところあると思うんですけども、本当に無理なく過ごしてください。ちょっとね、動いてる。ちょっと、八兵衛、八兵衛、八兵衛さん、いい動きだね。いいじゃん。八兵衛もね、スムーズに動いておりますね。はい、ということで今日はこんな感じでございます。また明日でございますね。また明日お会いしましょう。明日も暑さに負けずに頑張りましょう。ではおやすみなさい。平山茂でした。あ、最後に夜の